今日もみんなとリハーサルをしてきました。はい、こんばんは。明日は5時配信ではありません。多分朝はやんないかもです。はい、夜やるかな。前夜祭でケーキは食べたい。明日の周年公演、劇場でのちょっと外れたよって方はぜひ、そう、 DMM で見てください。こんばんメルニー。ちょっと本当にイベントが盛りだくさんなので、はい、そうそう、あと多分さっき発表されたのかな、月末の土日に、豊洲さん、豊洲かの確かの方で善悪があります。はい、久しぶりの、私は参加させていただきますので、ぜひお待ちしております。豊洲ピットか、そう、善悪があります。なので本当に今月はマジで SKE のSKE のイベント尽くしみたいなね。善悪久々だよね、本当に。そう、感動です。はい、ミミフィーユちゃんも来ます。そう、その前の週は幕張で、はい、特典会がありまして、で次の週に善悪という感じで、皆さんぜひお待ちしておりますバドミントン復活で出てた、懐かしい、ありましたね、そんなことが。ね、バドミントンか、楽しかったですね。あれは善悪の時にやってたのかな。なんかいっぱいありましたけどね、なんかいろんなイベントガチミントンあるかな、やりたいけどね、懐かしい。あ、そう、ストラックアウトとかもあったね、バスケとか。そうそう待って、振り入れ講座あったの、やばい、懐かしすぎる振り入れ講座もあったし、なんかそのカラオケの機械使って、スキーだよね、あの善悪は。なんかカラオケしてた記憶もあるし、なんかいろいろあったんだね、今思うと。そう、ミニステージみたいなのもあったり振り付け講座復活、皆さん踊れます？ね、懐かしい、そういうのもあった
高畑さんが寝てるってのもあった。何それ、ハトゴンが何をしてたん？お疲れ様です。皆さんも心拍数1サビ3サビはいける気がする。すごい。踊れる人いる？あ、そうだ、あとダンス動画が上がりまして、見ましたか皆さん。こんばんは。わたあめの配布もするの？わたあめ、そんなのあったっけ？そう、ダンプラが出まして、ぜひ見てください。まだ見てない方はぜひ。ポップコーンの配布？ダンプラ足音まで揃っててすごい。おお、そう、なんか言ってましたわ、足、そのね、実際撮ってる時にそのキュッキュッっていう音がすごい音も入ってるみたいな。そう、ぜひ見てください。私も振りが分からなくなったらダンプラを見て確認します。はい、ね、こんばんは。TikTok でAメロ推しカメラが流れてきた。嬉しい、ありがとうございます。こんばんは。そう、1秒でも遅れたら大変です。はい、劇場でも聞こえるんだね。やっぱそうだよね、結構音でかき消されるもんなのかなって思ったけど、そういう、そうでもないんだね。なのでちょっとね、このシングル心拍数で、はい、盛り上げていきたいと思います。はい、16周年を、まあね、16周年イヤーということもあるので、こんばんは。明日の劇場ぎゅうぎゅう？そう、来週末はコンサートがあって、はい、ちょっといっぱい準備してるつもりなんですけど、緊張で気持ちが追いつけないかもしれないので頑張ります。はい、新曲の特典映像楽しそうで素晴らしきです。おお、ぜひ K2 のやつ見てね。マジで。ちょっと私まだ見れてないけど、完成はどこカットされとってどこ使われとんのかまだわかんないけど、でもマジで楽しかったので、はい、ありがとう、頑張ります。こんばんは。明日は何曲出るか教えて。わからない。わからない。とか言って。全曲ですか？どうですかね。
頑張ります。はい、焼肉王食事券まだ行けてないのでね、行きたいね。カニライクの出番、カニライク期待してる人いっぱいいる？そんなそんないるかな。こんばんは。明日告白心拍数が楽しみ。どうなんだろう、歌うかな歌わないかな。カニライク対バンには出ないの？出ないかな対バンには出ないかな。ちょっとね、皆さんのお力が必要です、カニライクを広めるには。はい、あんま知らなさそうだね。 K2 推し以外あんま知らなさそう。あー、明日のトレードダメでした。あとぜひ DMM でご覧ください。いや違うんや、あのね、プロフィールにカニって書いてないのはあえて書かない。もうそれだけ好き、それだけ好きなの多分。うん、はい、そう、あえて書いてないやつだから、そうこんばんは。そう、一番最初に書きたいんだけどね、あとちょっと文字数が限られてるから、うん、だからあえて書いてない。書きたい、書きたい、本当一発目に置きたいんだけどねこんばんは。プリマッセルの新メンバー怒られるからあ、そう、プリマッセルで思い出したわ。そう、マジであのもう話したか、これちょっと 何話したか何話しないかし忘れてしまったんですけど、アイルの卒業後の時にプリマの衣装を着れたのがもう嬉しすぎて、はい、テンション爆上がりっていう感じでした。あ、そうそう、アイリタンの衣装、まあ、これ話したと思うんですけど、プリマで思う人はちょっと嬉しすぎて、多分最初で最後なので、はい、見納めです見納めです、はい、匂わせじゃないよ今、最初で最後って言ったから匂わせにもなってない、はい、可愛いよねマジで、どの衣装も可愛くてではなく、残念ながら引き継ぎはないんですけど、はい、一人ちょっとおばさん乱入って言われちゃうんでやめてきますね。お、出ました、927です。今日も皆さんありがとうライブにしれっといるかな、どうだろう。こんばんは。ありがとうございます。全員20歳代なので全然 OK ですかそうですか。色何色にしようかな、残ってるのなんだろう、赤かな、やっぱり赤色担当でお願いします赤色担当で行かせていただきます。
うん、そう、カニから、カニ、カニマステラだから、カニマステラ。やっぱ怒られる、怒られるね。ステラレッドっていうの、ごめん、カニマステラとか言っちゃったわ。ステラレッド担当で、はい、まあ、ショールーム、このショールームにいるうちだけの話なんですけど、はい、これ世に出ていう発信はできないんですけど、さすがにね、今だから言えるっていう、はい、ということで以上ステラレッドでした。バイバイ。ステラレッドでした。ありがとうございます。ということで皆さん、明日もね、16周年ということで、皆さん盛り上げていきましょう。それでは皆さん、おやすみなさい。ありがとう。